うん、こんにちは。何がある？そうです。何ですか？職業32です。32、はい。仕事は？ちょうどメーカーで働いてます、はい、結構会社にも怒られてる、でそれで、ね、今次業したくて、自分はこの方がいい、最近だと自殺してくれましたとか、ギャンブルの方がおかしいので、1時間で3万円ぐらい出して、結構その暴力ですよ。暴力ってさ、具体的にどんな暴力？手で叩いちゃう。こんぐらい？何でポンって叩いてる？結構強くいっちゃう。で、あと酒一杯とかです。まず仕事って具体的にどんな仕事やってる？まあ、営業なんですけど、僕は全然営業。この年齢ぐらいの時に来たら結構嬉しいです。その時は上司に嫌いです。それで物投げたりと上司に怒られて、はい、彼女いるんです。ああ、まあ一応いる。私先生だと。そうです、ね、何年付き合って大学からだいぶ長いんです。そういう彼女何殴ったりするの？たまに受けちゃうとか。自分の中で許せれるんだけど、いや、それはそういうのを全部見たいっていうのは、自分の中で思うんですけど、いざ言われたりとか、何か自分自身が、本当は。一番の相談。一番の相談は、その人ぐらいから伝えたいっていうのは、その人を伝えたい。うん。その人に言うと思います。勝手たるには何なの？できないから勝手なんでしょ？できるように頑張れる。上司なり、友達なりに、売れるのを勉強してさ。いや、結果が出れば、売り上げ買ってこないってことでしょ？怒られないけど。それは怒る怒らないっていうのはさ、どういうふうに怒ってるか分かんないけどさ、バカじゃなくて、なんていけないんだよ。そんなんだろ？そう。今普通じゃん。給料との効果とかさ、まあ、励めて。それで営業で行くのが分かる。今でも、全然売れてない。手取りで、20万もらってんの？あ、そうです。くそ、給料との効果だね、ほんと。うわぁ、最初に迷惑だよね。で、それパチンコ行ったり、酒飲んだり、繰り返し。すごいね、世の中には優しい企業の人いるんだね。もう、僕はできる。まあ、大丈夫です。絶対そうやってできないでしょ？売れてないでしょ？結果出てないでしょ？世の中はさ、何が全てかする？一応結果が全てなんだよ。結果。結果が全てだから、結果を出してないってことは君が一番悪いんだよ。その前に、結果出ない奴でも、頑張ってる過程を見て、認めてもらえる奴がいるけど、君はその過程にも至ってないわけ。結果も出してない。言ってくれたら、ええ会社でしたよ。何？上司もそういうタイプなんだぞ、どうやって。手伝われてした。え、自分はちょっと待ってます。あ？で、給料ナンバーって言われて悔しいでしょ？悔しくないの？それは悔しい。いや、ちゃんと営業で結果出せるように頑張ればいいけど、仕事の時間はきっちり。でも結果が出てないわけでしょ。頑張れ。そうそう、君何もできないよ多分ね。あ、やってんだ。まあでもいいんだよ、ちゃんとやってんだ。その会社が君がクビにしないといいんだよ。いや、クビにしたらあれでも強くないし、ただ時間さえ過ぎればいいっていうやつ最近多いけど、朝何時出社で何時退社か分かんないけど、結果出そうと出さないから時間が過ぎればいいだけじゃない。時間過ぎればいいって。あ？どういいんじゃない？で、あと女か。なんで女やってんだ？気づいたんです。何？気づいて出して何？反省とかない？いや、それはプレイするときは反省はする。本当？らしいんだって。いや、いいから言ってたら、自分がうまくいかないからって手出したわけでしょ。そうです。半分だよ。ね、君のマネージャーはね、君と大学ぐらいから付き合ってんでしょ。だからね、君のそういう弱さを知ってるからね、まだ一緒に行ってくれるかもわかんないんだけど、自分で何、ね、どうしようもない。そういう癖だって治んないよ。何否定が起こされてるみたいな、同時には。そんなことですね。はい。普通のやつ。いや、肯定できる要素はないんだよ。
さっきはタイトルも出てるけどさ、ちょこちょこしたりしたりさ、健康できてるの。そういう相談に来てるんですよ。僕ここにされたかったんですよ。俺が大丈夫だよ大丈夫だよ頑張れ頑張れって言うとし、どっちがいいの。こういう相談を求めてるんだったら違うところに行くな。俺ははっきりね、もういいことしか言えないけどさ、結局さ、俺がどんなアドバイスしようがどんないいこと言おうが、結局やるのはお前なの。はい、直すのはお前なの。お前に直す意思がなくて何も言えなかったら全く直らんもんね。それうまくいかなかったら頭くるよ。頭くるから物に当たったり女に当たったりするってさ、びっくりだよ。それできなかったらさ、できるように頑張るのができるやつなんだよ。自分の欠点を見つけてどうやるんだろうか、みたいなクズでも1個ぐらいはいいとこあるだろうが、その1個をもっと伸ばすとかさ、そうするのが本来できるやつなんだよ。まあ一ついるのはね、考えが甘いんだよ。上司はね、俺みたいにズバズバ多分言わないよ。言っても無駄だと思ってるさ、営業マンだったらさ、真剣な顔とかをね、ニコニコした笑顔で接すればそれ分かるよ。まあとりあえずね、自分が自分だからさ、頑張れよ。何でもいいからさ、パチンコ行ったりする時間ちょっと減らして、スポーツクラブとか何でもいいよ。習い事でもなんで一生懸命なんか欲しくなって感じるみたいな。それで少し分かると思う。あとはね、女の子に関してはそんなことあっても殴っちゃうね。次のベッドは分かれん。とりあえず頑張って。これしかいないけど。行くわ。審査今日ありがとうございます。今日どうでしたか。いや、でも思ってるんですけど。はい。まあ別に来てよかったら、なんか良かったんですけど。人生変わらないか。あんまり心に響かなかった。いやー、まあそうですね。でも、ちょっとだけ遊びしゃべっちゃちょっと怖すぎて。まあでも、まあ、来てよかったんちゃうかな。だから、今だから。今、ちょっと今、来てやるし、楽しみですけど。いやでした。また飲んだり、多いですか。でも、まあ別に、もし、娘さんに言っても、娘に、私とか、全部は、そしては、最後結構切れて帰ってきて全然ボコボコにできてなかったなと思うんですけど、ボコボコにはしてないでしょ俺、はい、ね、ちょっと優しかったですね竹田さん、うん、はい、いやダメでしょ対面すると結構言えないって、はい、ああ かわいそうっすよねかわいそうもあるし、はい、俺なんでそこまで向きなって言っちゃうのっていうのもあるんだよね。あ、初対面の人にそんな待っていてもなっちゃう。そうそうそう、でもやっぱりそれじゃボコボコ相談室なんないんで、はい、今度ね対面でボコられたいやつ募集しようよ。あ、確かにもう相手が起こしてくださいっていうスタンスで来てくれた方がいいですもんね、うん、そっちの方がいい。はい、うん、確かに全員否定だいてる全員否定はい、では竹田さんにボコボコにされたい方、インスタの DM かツイッターの DM でやってますのでよろしくお願いします。待ってるぜ、待ってます。